ておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとう。みんなおせちは食べた？暴飲暴食はしましたか？どういう新年の挨拶なんですか？年末年始といえば暴飲暴食でしょ。確かに否定はできませんが、というわけで今回は暴飲暴食をおっしゃったあなたにハローの七草の話をするよ。ハローの七草。七草粥を食べるって聞いたことがないかな。七草粥、1月に食べるやつでしたっけ。毎年1月7日、1年の最初の節句、人日の節句に七草粥を食べるよ。え、人日の節句？何ですかそれ。ちなみに別名、七草の節句などなど、古代中国の風習と日本の風習が混じって人日の日にお粥を食べることになったんだよね。詳しく知りたい方はコメントかツイッターにリクエストをください。何らかの形でなんとなくお答えするよ。一説にはお正月とかのごちそうに疲れた胃を休めるために七草がゆってことらしいよ。だから暴飲暴食しちゃったらなのに七草がゆ。あとあと新年にわかなも食べることでパワーをもらうって感じな意味もあったりするんだとか。いろいろ混じってるんですね。そうそう。それでハロー七草言える？七草って言うと七つあるんですよね。セリとかヨモリとか。違うんだな。ヨモリはリズミカルに言うと覚えやすいよ。はい、ご一緒に。セリナズナ、御用箱べら仏の座、鈴な鈴代、春の七草。あー、確かに春の七草聞いたことありますね。でもなんか普通の食材としては効かない草ばっかりですね。聞いたことがあるのはセリくらい？うんうん、知らない植物もあるよね。でも実は知ってる植物の別名のものもあるんだよ。別名？うん、ハロー七草の後半、鈴菜は株のことなんだ。株、冬から春にかけて美味しいですよね。うんうん、本当は若菜、葉っぱの部分を使うんだけど、最近は七草セットに実が入ってる方も多いね。おお。それで鈴代が大根。大根、おでんでも栗大根でも美味しいですよね。こっちも本来は葉っぱの部分を使うんだけど、セットに実が入ってたらありがたく使わせてもらいましょう。はーい。これでセリと鈴菜と鈴代は分かったかな。じゃああと4つ説明するよ。ナズナ、これはね、ペンペン草。ペンペン草？それって食べられるんですか？食べられるんだって。天日干しにしてお茶とか薬にしてたみたいだよ。どんな味なんだろう。次は五両。これはね、母子草とも呼ばれているキク科の植物。知らない植物ですね。平安時代の草餅はこの植物で作られたんだって。ヨモリじゃないんだね。お次は箱べら。こっちはね、なでしこか。別名はニワトリ草だって。どういう植物なんです？これもね、天日干しにして煎じてデジモーの薬とかにすることがあるんだって。あと鳥がよく食べるからニワトリ草って呼ばれたりするみたい。もはや薬では？おひたしにもしたりするから。ちなみに今回購入したハロー七草セットではなぜか箱べらがたくさん入ってたよ。なぜこんなに。ではラスト、ホトティの座。これはね、実は同名の植物が他にもあるんだけど、シソ科じゃなくってキク科の方ね。うん、安心した。私もシソは数少ない星狩り優の苦手食材だからね。苦手食材をバラしていくスタイル。キク科のホトティの座は別名コーニタビラコっていうよ。というわけでホトティの座でした。ふむふむ、なんか普段食べてない植物があるのが不安なんですが。というわけで皆様、この春の七草、どういう味か知りたいですよね。七草粥も見てみたいですよね。なので、え？星狩り優に食レポさせるよ。あと、七草粥も作ってくれるって。勝手に話を進めるスタイル。ではでは、レッツ食レポ。春の七草を取り味えて、セリナズナ、五行箱べら、ホトテノザの順番で食べていくよ。その後おかゆにするね。鈴菜と鈴代は今回のセットではカブと大根の実あったので割愛。
まあカブと大根は葉っぱも普通に食べる人も多いだろうしね。というわけでまずはセリ、すき焼きとかに入れる人も多いんじゃないかな。まあ比較的食べたことがある植物ですね。セリの味はそこまで得意ではないですが、まあ食べたことあるって感じですね。セリの香りがします。どんどん行こう。夏だ。ペンペン草か。さあレッツイート。意外と味がする。あ、でもあれですね、菜の花に似てる。油中だしね。菜の花とかをおひたしで食べたりする人なら抵抗なく食べれるんじゃないでしょうか。独特の旨味的なものもあります。ふむふむ。香りとして似ているのはブロッコリーとかですかね。ブロッコリーより香り強めですが。なるほど。次は五葉。平安時代の草餅の材料。召し上がれ。どう？なんだろう、ちょっとスッとする系の香りがするんですけど、前の2つに比べると主張が控えめというか、セリがいけるならこっちもいけるんじゃないかなって感じの癖ですね。へえ、もうちょっと多めに食べてみてよ。あ、多めに食べるとちょっと野草っぽい。あと結構硬いですね。細かく刻まずに口いっぱいに頬張ったら噛み切るのが少し大変そうです。セリとかナズナの方がシャクッと噛み切れてました。はい、箱ベラだよ。箱ベラが多い。さあ、食べて。あ、なんだろう、似た野菜を知っているような。ほうれん草？ほうれん草？皮は違うけど、なんというかアクが多めのほうれん草が一番近いような気がします。あ、アクは多めなんだ。慣れてれば食べやすいかも。旨味を感じられますし。ホトジナザ。ホトジナザですか。シソカじゃないから安心して食べな。ムグ。ニッカ。そんなに？他の植物がそこまで癖強くなかったから油断してました。個体差の可能性はありますが、私の買った七草セットの中ではダントツに苦いです。え、これご飯と合わせるんですか？口の中しぶしぶするんですけど、鼻に抜ける独特の香りは別にいいんですけど、苦いですよこれ。その辺の魚の綿より苦いかも。とりあえず七草粥は最後まで作ってね。うぅ、イエーイ、唐突星狩りクッキング。まあレシピは概要欄に載せておきますね。というわけでこちらが出来上がった七草粥だよ。普段食べない植物たちが味を広げる白米と相まった料理になってますね。不安しかない。意外とお米のマスティング効果が強いですね。つまり七草を単体で食べるより七草粥にした方が食べやすいです。なるほど。こうして食べてみるとお米って意外と味も香りもあるんですね。あと七草はしっかりお塩を入れたお湯で茹でることが大切かもしれません。うん、思ったより食べやすくて安心しました。ごちそうさまでした。というわけで今回は春の七草についてお伝えしたよ。知りたい栄養の話とかがあったらぜひコメント欄までどうぞ。少しでもためになったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。